沼津市の粟島ホテルをめぐり、旧運営会社の親会社から破産管財人に対し、ホテルの敷地や建物などの管理権を引き渡す強制執行が昨日行われたことが分かりました。これにより正式に新会社の運営で再出発することが確定しました。